数多くの動画の中からご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はアリン海水洗浄装置のアリン海水とはどういった性質を持つものなのかを説明する動画になります。アリン海水の特徴やどのような汚れを落とすことができるのかを説明いたします。アリン海水について説明します。こちらが水の状態図です。水は温度と圧力により、固体、液体、気体の3つの状態に変化します。この3つの状態以外に超臨界状態が存在します。物質が超臨界状態になる温度と圧力を臨界点と呼ばれます。この臨界点を超えた状態が超臨界状態と呼ばれ、気体をいくら圧縮しても液体にはならず密度のみが高くなり、液体に匹敵した超臨界流体になります。超臨界水は液体の水と気体の水蒸気の両方の性質を併せ持っている流体です。超臨界状態の水は分子が激しく動き回り、気体のように運動エネルギー量が高く、液体のように密度が高いことが特徴です。臨界点よりもやや低い領域にある高温、高圧の水がアリン海水と呼ばれます。アリン海水は超臨界水と同様に、常温の水にはない性質を持っています。アリン海水の特徴について説明します。こちらが水の非誘電率とイオン積の温度依存性を表したグラフです。アリン海水の一つ目の特徴はイオン積が大きいことです。140度のアリン海水のイオン積は10^-12になります。これに対し、25度の水のイオン積は10^-14になります。水素イオン及び水酸化物イオンの濃度が20倍高いことがわかります。イオン濃度が高いことで、アリン海水自身が酸やアルカリ触媒の働きをして加水分解反応を促進します。加水分解力が高まり、水が加水ソーダのように作用します。二つ目の特徴は、非誘電率が低いことです。140度のアリン海水の非誘電率は約48。25度の水の非誘電率は80となり、アリン海水の方が非誘電率が低くなります。アリン海水の非誘電率はメタノールやアセトンの値に近くなります。誘電率とは溶媒の極性を表す尺度で、値が大きいほど鉱木性となり、イオン性の物質をよく溶かします。アリン海水は非誘電率が低いので油などを溶解する溶解力があります。アリン海水の特徴をまとめると、イオン積が大きいことで加水分解力が高く、非誘電率が低いことで溶解力が高いことが特徴です。このようにアリン海水は常温の水にはない特徴を持っている液体と言えます。このアリン海水を使った洗浄装置ホグジェットは洗剤や化学溶剤を使用せずに洗浄できる装置です。アリン海水の加水分解力と溶解力を使用して、カビや苔、摩耗粉、ゴミ質残渣などを洗浄できます。さらに油の分解も可能なので、加工油やプレス油やタンパク質などの有機汚れも分解できます。さらにアリン海水は水蒸気の1240倍の熱量を持っています。高温、高圧になった水はアリン海状態になり、大気圧解放されると、アリン海水は一気に気体へと変化します。同じ重さの気体に比べて1240倍の熱量を持つアリン海水は体積が一気に膨張し、水蒸気爆発のような大きな衝撃力を出します。ホットジェットはこの大きな力を利用して汚れを剥離します。塗装の剥離をすることも可能です。
着した汚れや物質を剥離することもできます。従来の洗浄方法は、道具や機械を使った物理的作用、水、洗浄剤を組み合わせて行われてきました。しかしながら、人体や環境への配慮も必要です。ホットジェットはホットジェットと水のみを使用した洗浄方法なので、環境にも優しい洗浄方法になります。高圧洗浄機と違う点は水圧に頼った洗浄をしないことです。一般の高圧洗浄機は水圧を上げて洗浄力を高めていますが、ホットジェットは水の状態変化を利用して洗浄するので、洗浄対象を傷めにくいです。亜臨海水を利用した洗剤レスの新しい洗浄法、ホットジェットをぜひ試してみてください。